ベアトリーチェ・チェンチはイタリアの貴族の女性。ローマで起こった存続殺人事件裁判の主役として知られている。その悲劇的な最後から多くの文学、芸術の題材とされてきた。ベアトリーチェは貴族のフランチェスコ・チェンチの娘として生まれた。フランチェスコはその暴力的気象と不道徳極あまりない行動から強行調裁判官とたびたび問虐を起こしていた。 一家は、ローマのレゴラ区にあったチェンチグーに暮らしていた。チェンチグーは、ローマのユダヤ人居住区の端にある、中世の要塞跡に建てられたものだった。母のエルシリア・サンタクローチェは、ベアトリーチェが7歳の、時に死去していた。家族は他に、兄ジャコも、父親の2番目の妻ル・クレツヤ・ペトローにそしてその子供でまだ幼かったベルナルドがいた。一家は、ローマの北。 リエーテ近郊のペトレ・ラサルトに城を所有していた。伝えられるところによれば、フランチェスコは妻と息子たちを虐待し、ベアトリーチェとは近親間の関係にあった。ある時、フランチェスコが別の罪で投獄された。貴族であったことから恩赦を受け、すぐに釈放されたが、その時、ベアトリーチェは頻繁に受ける虐待を当局に訴えた。 ローマ市民は誰でもフランチェスコがそういう人間だということは知っていたが何の手も打たなかった。父フランチェスコは娘が自分を告発したことに気づき、ベアトリーチェと妻、ルクレツヤをローマから追い出し、田舎の城に住まわせた。ベアトリーチェ、ルクレツヤ、そして二人の兄弟はこうなった以上は父親を亡き者にするしかないと決心し、全員でその計画を練った。 1598年、父フランチェスコが城に滞在中、二人の召使いの助けを借り、父親に麻薬を持ったが、殺すには至らなかった。やむなく、家族全員で父親を金槌で殴り殺し、死体はバルコニーから突き落とした。ベアトリーチェは事故だと主張したが、誰も信じるものはなかった。父親の不在に気づいた関係は、事件の真相の調査を開始した。 ベアトリーチェの恋人は拷問を受け死んだが、真相は一言も喋らなかった。家族の友人は危険を避けるため、もう一人の召使いを殺すよう命じた。しかし計画は露見し、ベアトリーチェたちは逮捕され、有罪判決を受け、死刑を宣告された。ローマの人々は殺人の動機を知って、裁判所の決定に抗議した。それにより処刑は短期間延期されることになったが、 ローマ教皇クレメンス八世は全く慈悲を示さなかった。1599年9月11日未明、被告たちはサンタンジェロ城広場に移送され、そこに処刑台の足場が組まれた。ジャコモは傷槌で手足を四隅に打たれ、四つ列の刑に処された。ルクレツヤとベアトリーチェは順番に斬首された。唯一若い弟だけは死刑を免れたが、財産を没収され、 刑務所に戻される前、処刑台で家族の処刑を見せられた。ベアトリーチェの遺体は、サンピエトロイン、モントリオ教会に埋葬された。ローマの人々にとって、ベアトリーチェは、傲慢な貴族社会へのレジスタンスの象徴となった。そして、毎年、彼女が処刑される日の前夜、ベアトリーチェの幽霊が切られた自分の首を持って、橋に戻ってくるという伝説が生まれた。 ベアトリー・チェチェンチは芸術作品でしばしば取り上げられている。ユリウシュ・スーバツキの戯曲においてアントニーナ・ホフマンの演じるベアトリー・チェチェンチ。ありがとうございます。